1>, 1号型魚雷艇は海上自衛隊が運用していた魚雷艇の艦級、また、順位系艇の3号型魚雷艇、5号型魚雷艇についても本校で扱う。1952年4月26日、海上保安庁内において将来の海軍の母体となるべく海上警備隊が創設された。海上警備隊は同年八月一日には、 陸上部隊である警察予備隊と共に保安庁令下に移管されて警備隊に改組され本格的な再編成への体制が整えられることになった。しかし警備隊の発足時に保有していた船舶は海上保安庁から所管外された総海戦闘78隻に過ぎなかった。このことから日米船舶対釈協定により 1953年1月1日より、日本にパトロールフリゲートや上陸支援艇が対応されるとともに、昭和28年度計画の編成にあたって、大倉省が防衛分担金の枠から官邸建増費への振り分けを認めたのに伴って、初の国産官邸新造計画が立案された。28年度計画では、警備船として、大型警備船2隻、 これに準ずるオツ型警備船3隻と共に、兵型警備船6隻が盛り込まれた。運用実績の比較のため、これらの兵型警備船6隻は、異なる船室で3パターン2隻ずつを建造する、こととされた。これらのうち、木星艇が1号型、警号近艇が3号型、高製邸が5号型であった。その後、 1954年の防衛庁の発足に伴い、警備隊は海上自衛隊に改組された。また、計画段階では、これらは兵が拓戦艇と称されていたが、後には、魚雷艇と解消した。上記の通り、各方は戦室には、差異があるが、基本的な設計と、指揮官、装備は共通とされていた。なお、当時の保安庁、 防衛庁の設計能力の不足のために、同世代の護衛艦などは、外郭団体である、船舶設計協会によって設計されていたが、魚雷艇については、当初から部内で設計が行われた。なお、これら3クラスは、いずれも船底チューブにソナードームを有したが、この抵抗が、予想外に大きかったため、いずれも過表に示した。 計画速力を発揮するには至らなかったとされている。指揮官は、三菱日本重工のイブ2 0 z c 1 5二重型、ディーゼルエンジンとされた。これは、第二次世界大戦中に開発に着手された、高回転、大出力の三菱 ZC 型を元にした、V 型二重気筒にサイクル単動、下級、逆転装置付きディーゼルエンジンであった。 本型では2機を搭載し、それぞれ歯車減速機を介して一軸ずつの推進機を駆動していた。定格出力2000馬力、回転数 1600rpm、重量6.6トン、馬力あたり、重量 6.6kg、PS であった。なお、本エンジンは、実用試験を経ずに、いきなり実用機として開発されたことから、当初初期不良が多発し、 本型の稼働率低下を招いた。しかし本質的には、優れた設計であったことから、後には非自製化などの改正を加えた派生型が、あたた型総改定、いつに搭載され、以後の総改定の標準となった。28年度計画魚雷艇は、計画名を、平型区選艇と称した通り、主任務である、耐水上用撃に加えて、 副次任務として、対戦戦も考慮されていた。このため、船底チューブにソナードームを配置して、ここにサーチライトソナーである、姿勢55式 SS 単身技1型オークスマイナス位を装備した。ただし、上記の通り、特に高速航行時の増波抵抗が大きく、最大速力を制約したほか、これに伴うキャビテーションノイズのために、 ソナーの実用性も低かったとされている。また、マスト上部には、X バンドのオープスマイナス 4C 体、水上捜作レーダーが搭載されたがこれは7号型魚雷艇に、至るまでの標準装備品となった。主兵装となる、魚雷発射管としては、姿勢54式53センチ、単装水上発射管砲マイナス101が採用され、 戦隊中部両言に一問ずつが搭載された。ここから運用される魚雷は、国産の姿勢54式魚雷であり、直進式の1型のほかパッシブ音響ホーミング方式の誘導魚雷である3型も、あり、対戦兵器としても期待し得るものであった。さらに対戦迫撃砲として、マウストラップマーク20を、監視甲板に2機搭載した。 広角基銃としては、ボフォース 40mm 機関砲を単装のマーク3砲画に配して搭載した。方針は空冷式で操縦方式もアンプリラインとされていた。ありがとうございます。